품바퀴 가족 皆様こんにちは、ふんばきです。ふんばきチャンネルは韓国人、저는한국인입니다。韓国人が韓国コスメを成分分析し、成分よく効果のある韓国コスメを伝えるチャンネルです。まだ小さい効果を感じれるスキンケアラインと韓国カラーコスメも伝えています。スキンケアは口コミではありません。コスメは成分です。もう口コミで失敗するスキンケアはやめて成分を見て選びましょう。今日は私がいつもリピしてるブルーオイルを紹介したいと思います。一番最初にあげた韓国購入品動画でブルーオイルを紹介したことがあります。ブルーオイルって何ですかとコメントもたくさんいただきました。ですので今日紹介します。肌を鎮静させながら肌のトーンアップができるオイルです。この色は原料の色で人工の色素ではありません。では成分解説でどんなオイルが配合されているか説明したいと思います。キャノルジリブルーナイトフェイシャルオイル。キュテン価格3720円。ホホバ種子油。ベタつきが少なく、毛穴を塞がず、機能性成分の皮膚吸収を良いにするオイルで、ビタミン A が多く含まれ、肌荒れを防止し、有害酸素から肌を保護します。肌に潤いを撤去して、肌のキメを滑らかにし、リオアダへ水分蒸発を防いでくれます。まだ皮脂を調整してくれますので、敏感肌や問題性皮膚にも役立つオイルです。保湿力の高いオイルでもあります。次、クックイナッツ油。ハワイ州を代表する木で、果実や種子を浅くして得るオイルで、高価なオイルです。不飽和脂肪酸であるリノールレイン酸とビタミン F ですね。リノールレイニン酸が多く、ビタミン ACE も多く含まれているオイルですので、健康な皮膚組織を作ってくれます。まだ肌なじみも良いですので、どんな肌タイプでも使えるオイルです。千人国種子油。皮膚免疫力を向上させてくれる種子油です。サリックスニグラ樹皮エキス。この樹皮エキスに多く含まれているサルチル酸パハ成分は毛穴の中の皮脂と角質を除去し、ターンオーバーサイクルの循環を向上させ、新たな皮膚素平の移行に役立ちます。皮膚が薄い方にはおすすめできないオイルです。トコペノール、ビタミン E、化粧品には主に酸化防止剤として配合します。次、ヨモギキクエキス。ヨモギキクエキスには有機酸、ビタミン C、水蓮成分が含まれてますので、肌のキメを細かくし、トーンアップ効果も持ってます。匂いデンシング青い花油。湿性肌の皮脂分泌を調整して、肌を清潔にする役割と、皮膚に弾力を付与して、活力のある肌にしてくれます。ビッターオレンジ花油。皮膚細胞の成長を促進してくれるオイルで、皮膚の再生効果に優れてます。まだ、肌の弾力性も維持させてくれます。一般的には、妊娠線に良いオイルとして知られてます。以上がブルーオイルに配合されてる成分内容です。では、使用感です。私はこのブルーオイルをクリームに混ぜて使ったり、スキンケアの最後に手に垂らして、顔をグッと押しながら、肌に吸収させながら塗ります。ベタつくと思いますが、全然ベタつかず、30分ぐらい経つと、オイル塗ったかわからないぐらいに、さっと吸収されてしまうオイルです。このオイルを使用してから、肌のキメがとっても整って、肌が柔らかくなってるのを感じてます。では、この動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では次の動画で会いましょう。